聞いてください。ここで供養をしていた人形が逃げ出したんです。私はその後すぐに事故で死んでしまいました。あの人形、髪が伸びたり、供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか？どんな人形なんですか？先に亡くなったあれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。よし、思念が見えたぞ。普通の人形がなんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。さあな、殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。幽霊が見すぎだよ。 DVD はよく見る。そうじゃない、なんか言ったか。奴らだぞ。今のは人形の声？見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けていたんですが、離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪い殺され、成仏すらできずにいました。流れせいでその呪縛を解いていなかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。
見つけてくれたんですね。ありがとうございます。早速その気味悪い人形を燃やしてもらえませんか。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんが？それじゃあ私が事故に遭ったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。それを私は。姉さん、すまない。許してくれ。姉のおかげでお前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。